どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ、今回は新パック、にて登場した豪気というテーマね、やっていきたいと思います。豪気、OCG の、方ではまあ、環境トップの一角として、まあ、パーツですけどね、どっちかっていうと、君臨していた豪気というテーマ、まあ、遊戯王ブレインズっていうアニメで、ゴー鬼塚っていうね、プロレスラーが使っていたテーマなんですけども、とてもね、可能性の塊なわけですよ。まあ、さすが OCG 環境トップに君臨していただけありまして、非常にアドバンテージを稼ぐ、能力が高いです。このね、丸2番の効果が、まあ、共通で、このカードがフィールドから墓地へ送られた場合、デッキから自身以外の豪気カード、まあ、魔法トラップでもモンスターでもいいんだけど、豪気カード1枚を手札に加えるよっていう効果を、全ての、下級モンスターが、もしくは上級モンスターが持っています。なので、フィールドから墓地に送られると、まあ、クリッターとか、黒木モリノビッチのエラッタ前みたいな感じで、効果をまあバンバン連発していけると。だからリンク召喚っていうのとね結構相性が良かったりするんだけども、今回のリンクスにおいてはですね、リンクスって言ってるのにリンク召喚はないんですよなんで、まあ、フィールドから墓地に送る効果を何らかの、まあ、効果で代用していかなければいけないということで、いろいろあるんですよね。シンクロ召喚、まあ、例えばウィールダー使ったり仮面レオン使ったりしてシンクロ召喚っていうのもあるし、私今回ですね、かっこいいからっていう理由でサイレントソードマン、持ってきました。かっこいいんですよ。サイレントソードマンってさ、かっこいいじゃん。なんかで、最速っていうのはね、これ戦士族をリリースして、特殊召喚できるんだけれども、豪気っていうのは全員戦士族で統一されてるんですね。地属性戦士族で。だからこのモンスターをリリースして再送を出しながら魔法を止めながら、このアドバンテージをリリースされて墓地を送られた場合になんか稼いでいくみたいな感じで、リリースする効果は他にもね、ド級部隊とかね、まあ、エネコンとか入るといいんだけど、今回ちょっとこっちを入れてるんで入んないんだけども、エネコンとかも相性はいいと思います。で、あとはそのアドバンテージを稼げる、まあ、要は手札に豪気を確保しやすいっていう効果があるんで、まあ、手札を切るカード、天罰とか、因果切断とかこういうカードとは結構相性がいいかなと。プラスして、この、効果、こいつらの効果が非常に優秀で、スープコブラっていうのが多分リンクスだと一番強いかなと思うんだけども、スープレックスを召喚すると他の豪気を手札から特殊召喚できるよっていう、まあ、スープレックスでもいいし、こういうスコーピオでもいいんだけど、こいつがね、ほんと強いんだよね。丸1番の効果。自分のフィールドの豪気モンスター1体をリリースして、自分のフィールドの豪気モンスターを、打点上げるよと。だからリリースしたやつの打点分、その違うやつの攻撃力を上げれるっていう効果を持ってるんだけども、これがね、要は相手ターンでも発動できるっていう、要するに誘発即時効果っていうね、超強い効果なんで、だからダメージステップでも使えるし、相手ターンでも使えるっていうことで、まあ、結構エスケープできたり、サクリファイスでエスケープができたりとか、まあ、単純に仮打ちにできたりとかするんで、めちゃくちゃ強いと。まあ、この効果うまいこと使いながら、こう沈黙の剣も結構捨てられたら除外して催促持ってこれるんで、結構相性がいいっていうのがあるから、こういうカードをうまいこと駆使してビートダウンして罠火みたいな感じで戦っていくと。で、罠カードは終わらない罠地獄で回収していくと、まあ、そういった戦い方に今回はしました。レベル7が手札に来るっていうサイレントソードマンレベル7スターターっていうスキルを私持ってるんで、結構レベル7来ちゃうんですけども、まあ、それちょっとご容赦って感じでお願いします。それでは豪気再送やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さすがにさ、ここで豪気実装ってさ、ゴー鬼塚実装はないのかな。さすがにゴー鬼塚実装はさすがにないのかな。ちょっとね、ブレインズまではさすがになっていうのはあるよね。でもね、まだまだゼアルもあるし、アークファイブもあるんで、魔導人は無理。ドッキリ部隊発動、ドッキリ部隊発動、くたばれおらーバコーン。そしてゴーキスープレックスの効果を発動。フィールドから墓地をくれた場合、豪気モンスター、豪気カードが、豪気カードを手札に加えることができるぜ。ライジングスコーピオでいいよ。強いんだよな、この、やっぱそのアドバンテージを失わんっていうのがやっぱ一番強いですよね。で、今1日交換なんで、ロットダメでしょダメだ。回いけ。ビビ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 。よし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 。オッケー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 。とりあえず2回無効にしたんで結構サーチ入んないんで意外と強いと思いますけどねこれ。あ、オッケー。これナビゲートかな。何も引かんない。何も引かんないで終わらない同じ動きしていく。最強すぎる。強い。そして豪気スープレックスを召喚し、豪気スープレックスの効果を発動。ということより豪気モンスター1体を特殊召喚。あれなんもないですね。終わっちゃいますよデュエルが。ブラックマジシャン手も足も出ず、対戦ありがとうございました。これただの先行ゲーすぎん。さあお相手の方クジャッキーストリングスさんですね。よろしくお願いします。デュエル3倍。まあ反応はそこそこ強いですけどね。まあ先行が欲しかったといったところ。先行でこの罠ガン伏せがやっぱ一番強いので、スコーピオンまあちょっとねブラックマジシャンに先行とか取られた時のためにコズミックサイクロンとか積みたいなっていうのはあるんだけどね。デッキの中にちょっとやっぱ終わらない話をしたいんですよ俺。まあ先行芸をぶちかますっていうことなんだけどね。まあトラップ型が多いっていうことは高校に弱く若干なりがちっていうのはあるから、まあ仕方ないかなって感じなんだけども。さあシムーンさんの効果でゼピロス、強そうですね。非常に回り方は強そう。まあ、ただワラカードって結構なんとかなるかなって、インガー切断とかで雷系に除外したらなんかもう雷系に言うと出てこないとかもあるから、結構まあそこそこなんとか罠が強いからなるかなって思うんだけど、フィードで発動する、まあ、効果はスープレックスくらいなんで、一応バードクローズに引っかかるのはスープレックスくらいかな。だからまあスープレックスの効果を気をつければまあ多分大丈夫だと思う。多分ね。エンシェント、来た妖精竜エンシェント。なるほど。これは強いんじゃないか、これ非常に。あるいはフィールド魔法があると、相手のモンスター破壊できるよっていう、モンスターですね。これ強いな。これワンドローまで入るか。4-3シンクロして、雷系、これ強いですね。で、ゼピロスで、カリバかな。ワンドローしに行くか、まあ。旋風じゃねえよさすがに多分。これそうですね。で、ゼピロス戻して、でこれエンシェント、妖精竜エンシェントはフィールド魔法が貼られると、ワンドローできるよっていう効果を持っているんで、ハーピーの狩り場でワンドローですね。まあよく見るムーブかな最近。妖精竜エンシェントがねなんかねすごい強いんだよね。雷切りと妖精竜でまあ結構いい感じに破壊してくるんで、1枚伏せあるか。なるほど、光る。なるほど。ブラックワードクローズとかじゃないから多分さすがにコズミックサイクロンとかかな。ライジングスコーピオは普通に召喚します。で罠ガウン制だなこれ。さすがにこれはコズミックでどこ抜いてくるか分かんねえんだよな。セットでバトルフェーズライジングスコーピオで打ちかましていく。通るよね。でターン終了をあれなんだろう、コズミックなんじゃないかなと思うんだけどですよね。でどれを抜くか。それか。なるほど OK、まあ、ちょっと1枚失ったのは痛いが、なんもないなんもない OK。 ここはなんもないで、ここでまあもう一回シンクロとかはできないので、エンシェント効果スコーピオ対象を取られてドキュンしていく。ドキュン部隊発動。自身をリリースして突撃。突撃パリーン OK。 でライジングスコーピオの効果を発動。ライジングスコーピオによって同期スープレックスを手札に加えるぜ。ちょっとねあいつはね除外したいんですよね。雷切りはもうもう二度と出てこないようにしたいんで、フォーク状とかされてもいいんだけど、まあそれはいいそれはいいそれはいい。フォーク状作るんだったら別に雷切り OK。 じゃあそこはいいんが耐えるかなこれ。でこうしてこれで除外 しとけばいいから、これでフォーク状作られても蘇生するモンスターがシムーンいんのか。ちょっと4特召喚だけ大丈夫だ。危ない。今ちょっと難しかったな。今ちょっとド級打つ方雷切りにしたらどうなるかっていう話はあったよね。で沈黙の剣の効果発動。墓地から除外してサイレントソードマンを手札に加えるぜ。さあひねくせ豪気スープレックスを召喚。豪気スープレックスの効果を発動。手札より豪気モンスター1体を特殊召喚。そして豪気スープレックスをリリースし特殊召喚。沈黙の天使サイレントソードマンそしてゴークスープレックスの効果発動、強いアドバンテージの稼ぎ方がマジ宇宙。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、伊沢よいあき選手、墓地より芽吹くもの OK。 あーはい7来た、はいレベル7来た。なんかまあ23回に2回に1回かな、2回に1回来るね俺。結構2回に1回が来るっていう大体確率。あーそれ強い。僕ねメオススターターっていうスキルと、あとサイレントソルトマンレベル7スターターっていうスキルと、サイレントマジシャンレベル8スターターっていうスキルを常に発動してるんですよ。ドロー、なるほど。これは結構強いな。豪気スープレックスと召喚、豪気スープレックスの効果を発動。これサイレントソードマンを出せばあれはできないから、なんだっけ、一見にフュージョンの仮面やばいあ、最速出せん、まずい、マジか。まあこれ対象に取れないんだよな、あいつ対象には取れない、まあでも1体しか処理、あー狡猾の土地やな。やばいこと起きた。一応効果を発動するスープレックス、これやばいぞ。池尻封じの仮面強すぎか。最速出せんやんもう一生。あれ悪カードあったっけ。サンダーブレイク一気火星、あえ